で曲を聴いててくださってる感じですねのねの私もあんまり知らない曲結構結構っていうかほと,んほとんどっていうかほとんどではないね半分くらいはでも知らなかったですねうんでもそういう方がいいですよねやっぱオリジナリティ持ってやっていける方がこっちも逆にでもすごい難しいなと思ってその参考とかになるものがないというかうん あの作っていかないといけないじゃないけどうーん基盤がないっていうとあれだけど何て言うんだろうこのセットリストはだからもう今回が初めてのだったりするとか劇場でやったことない曲とかがあるってなるとそう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 あの先輩たちが踊ってきたものがないとかそういう意味で参考になるものがないっていう言い方あれだけどうん。 君の嘘を知っていいたとかうう曲もそ振り今回ついたんじゃないかなっていう曲もあったりうん本当にそういう意味ではでも難しいけどその参考参考がないって意味では難しいかもだけど逆にやりがいはあるよなというかねどん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 こうしていきたいなとかこう見せてられたらなみたいなのはすごい出てくると思うっていうか。 いや本当にリハは大変でしたよ <laughs> 本当に大変でしたようん本当に限られてたのでかなり <laughs> ちゃんと入りに行くよ私はい,いやそうなかなか時間のない中みんなでなんとかなんとかやったのでうーん <laughs> そうええー うん、でもやっぱりね楽しかったです16人公演は16人公演であこんな感じだったなっていうのもすごい思い出したし、うん、ねみんな一旦気が抜けちゃいそうって思っちゃうけど明日も私はお話し会があるので。 話オンラインだよね私そうオンンライお話し会欠席しちゃった分の振り返りがしてあさってあるので聞けけるのかな感想とかな感情とか何ででも話したいですけどね、うん、今月全然そういうのなんかもう毎日リハばっかりもう私は今何のリハをしているんだろうかってぐらいのリハ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 ですっていう感じなんでまあそう,そうなんですよね。 うん、いっぱい喋りたいなーって思いますねそうあんまりよくないけど振り返りが振り返りのタイミングがめっちゃいいっていうか正直すごい話したい気持ちでいっぱいだからそういいタイミングで振り返り来たなっていう。 思いはありますね早めにやってほしいっていう声もいっぱいある中でねこんな2月まで伸びちゃったけど私的には2月ああいい時に喋れるねーって思ってますよすいませんありがとう剣持ってくれてるだけでありがたいです本当に嬉しい嬉しいうんもう明日だけどね本当にとに明日だよすぐだね うん、今回そうだねうん来月からお話し会始まりますもんね次のねそうそうそうよろしくお願いしますそちらも明日から3連休そう明日祝日なんだよねうん待って2月22っていうんですね やばくないこの現実もなかなか来るものがあるわと思って <laughs> あの今日あのオンデマのコメント書きでいつも日付とあの時間とこう書くところがあるんですけど2月22日って分かってたけど2月22日って書いた途端にえもう3月じゃんって2月の。 2月に申し訳ないこと言うけどでも今年はウルトシだから一日多いからまあちょっと2月はちょっと多いかもしれないあと1週間で終わるよでも2月が考えたらびっくりしない2月って何だったんだってぐらいいやそんなことない本当はもっといっぱいいやいろいろあった2月うんいろいろあったんだけどリハもいっぱいあってあドボンコンとかもやってるし確かにめちゃくちゃいろいろあったはずなのに2月の 22なんですよ今日その事実がびっくり書いてて「ほんとか?」って思いながら「本当か?」と思って「あ22に延期だったなぁ」と思ってもうびっくりだよ <laughs> 全然伝わってる <laughs> そうただただ普通のこと分かりきっていることをずっと言ってるだけなんですけどねびっくりですうんね 本当にいろいろ時間がないよねーうんそうやることが5個ぐらいたまってます今五個ぐらい数えるだけもう数えたくないね知らないわもうもうってなってます今沸騰してるもずっとずっと沸騰してる状況でも夜間が沸騰してうふうってなってるような感じあの クレヨンしんちゃんであのポッポーって言ってるような感じ全然伝わらないけどしんちゃんがポッポーってなってるような状況だから頭を冷やすためにかき氷を食べたいほんとそう思いますねうんもう体から冷やしていきたい全部をだからかき氷がすっごいちょうど私を私をこう冷ましてくれる大事な食べ物としてはいあってくれるので はい全然伝わらないもう今日全然伝わらない話しかしてないです,、はい、すいません初日迎えてもとりあえずもうもう,もう一旦 <laughs> うん明日はさ明日は寒いんだよ明日も寒いんだようんよろしく明日もよろしく寒いからね気をつけてね私もね 体調も気をつけよう気をつけようねー <laughs> 手に握ったままずっと喋ってる <laughs> あ猫来たはいチーズ持ってるけどね <laughs> 明日雪降るのえっ、ー、無理無理無理それは無理開けちゃおうそんなことより開けていきます ピースだけがありが「とうワンピースだけが「ありがとう」とう「うん。ワンピースはすごい息抜きですからねあのね毎日見てます今はちょうど反撃だって言い始めた頃であのー、あれですあれですシーザーのもとにダッシュで向かってるルフィが UFO ゴムゴムの UFO ってやるんですよもうそれにもう昨日 昨日めっっっちちゃゃ笑笑てて爆ししまたこれめっちゃおもろいじゃんと思って「ゴムゴムの UFO」って言いながら敵を倒していくんですよ UFO のようにこうやって動いて足をぐる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 回してもうふざけすぎでしょこうこのさシーンと思ってこんなシーンあったと思ってもう爆笑しちゃってはいドライヤーの時間に爆笑してましためっちゃおもろい今もう,もうさらにおもろい今見てるとこう。 どんどん面白くなって。てかもうなんかなんだろう。微笑ましくなっちゃって、もうゾロとサンジの会話とか。でもなんか信じられないぐらい。笑ってんの。もうなんかお笑い見に来た人ってぐらい笑っちゃうなんでだろう。なんか余計に1周目の時こんな笑ってなかった。逆にって思いながら。もう2週目はもう本当におもろすぎてやばい。あのえ,え、こんな会話のシーンあったみたいな。<laughs> だから2回目見るとね全然やっぱ違いますね劇場とかもそうじゃないですかやっぱ1回見てるだけじゃねこう見つけきれない部分ってやっぱあると思うんですよ。うん、か今日も初日を見てくださった方はまだ見つけられてないと思うんでこっからまたいっぱいねこっちもねいっぱい用意していくんでそっちもねもうそれを全部見つけも間違い探しかのようにもう探しまくってもらって。 開けましたんで見ましょうかね。<laughs> あ、そうにゃんにゃんにゃんの日だよ。にゃんにゃんにゃんうんちゃんと空気読んでるんですけれども、あのカードのカードボックスを自分でね。抽選したんですよ。<laughs> あの、都内の全店舗で昨日池袋のメール来てて、もう落選メールが届いてもう泣いてた。泣いてはないけど、ぐらいになって,て。あ絶対今日来ると思ったら今日来てて今日の夕方に。 ででもも全然携帯開かずにん今日1日過ごしてたんですもうびっくり私帰ってきて帰ってきてて公演終わって充電見たら80%ぐらいあって私こんなことないんですいつも携帯めっちゃ使うタイプなので80%も残ってることないんです一日過ごしてでも今日公演終わりで80%ぐらいあったのすごくないそうそれででメール見たらさやっぱ来ててうわー開くか開くかーと思って開いたら。 お台場落選渋谷渋谷なんて一番激戦じゃないか麦わらストアのあれだ本店だぞ本店なんて無理だろうポチッ落選悲しいって <laughs> なりました <laughs> 悲しすぎる悲しい楽戦楽戦楽戦全部落選しました 悲しいこれで渋谷これで渋谷がもう当たってたらもうこれはやばいと思ってたんですけどだってそらね夢は見ますよ一応うんだって渋谷ってんだよそれも当たってたらもうもうそれはもう公式大会に出るしかないと思ってたけどうんと <laughs> 悲しいでも見ていきますあ悲しい悲しいよ 悲しい <laughs> あーあーうるせえ行こううん <laughs> 麦ブラストは行こう本当行こうあれよあれ行きたいお台場ねお台場行かなきゃ波動波動出るよねあれあっ私波動の告知に名前なかったっけ気のせい次らへんに出ない出そうじゃない マジでこれずっと出てるねえ次多分ハード出るんだよねそこで行こうかなと思ったけどこれ言っちゃったらみんなね行く <laughs> あねえくけどシャンブルズあれ出ない気がするあれ出ないの <laughs> ああれ私次出ないっけ じじゃん,じゃーんおおキュロスだえキュロスのリーダーカードやばじゃんおアンドキラーなんだ一応え,ー、え強そう強そう速攻だ相手のライフが2枚以下の場合このキャラは単中パワープラス2000だって超とんでもないじゃん怖わ あ、出ないってあ本ほんとあれ私出る出るあ嘘出ないんだ <laughs> あそう出るつもりだったあれ出る気満々だったなんでだろう出たかっただけこれ言われたかわかんないけどえ自分が夢だったのかなもうわかんない「夢をなぜ見るのでしょう」えかわいい もう可愛い,いティーボンティーボンだうんねはいはいはいいただけていきますえー、待ってでももうあと3パックしかないからまあ丁寧にえっ、ー、ラブーン可愛いいラブーンいいね 一緒じゃないおっ白星のキンキラかわいいかわいいけどこのゼロってのは気になるけどねもう明らかあブロッカーだもうブロッカーブロッカーとしての役割かわいい白星ってあんな泣き虫だったんだなってことを忘れてた確かに泣き虫ってずっと言ってたのルフィン。 もう終わったんだよ「巨人ともう。寂しいじゃあじゃえなんかさ今日似てないずっと同じカード出てるまあでもともとさ61種類だから少ないんだよねええっえ,えもう一緒じゃない中身えじゃんおお最後に 技か船かと思った今技だったあれじゃんドフラミンゴやミンゴミンゴえ全く同じじゃなかった今同じ流れだったよねええ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 1個前のカードとさ四枚くらい被ってるすごくない逆にすごくないもうすごいじゃんそれはラストです 次のカードはどうやって手に入れよマジで本当にでも自分でも自力でも手に入れたいでもやっぱ麦わらストアの大阪に行った時にめっちゃ山積みだったから行けばあるのかなとか出すぎー出すぎーおおなんか新しい鮮やかでもなんか見たなこれも。 えなんかさ地味に強くねか9,000もあるんだけど地味に強くない地味に強まあ、7コストいるけどねうわもうこれがもう好きもうこのさこのここがもう好きだもんもうもう好きになっちゃうねこれはこの両手がもうかわいいですねもうこのサイズでももうかわいい最高はい 最後じゃーんうーんこのカード強いのかもしれないけど全然ミニメリーゴーのこの両手上げの方が全然最高かわいい <laughs> かわいい見てこのカード見てこのこんな引きだとこんなだよどん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 近づいて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 近づいたらじゃじゃーん押しです <laughs> かわいいかわいいねなるほどかぶり多かったですねでも嬉しいですこれずっと開けたかったんでもう私この公演,演終わったら絶対にもう何が何でも絶対に開けてやるぞっていう気持ちもありつつこの,あの初日を無事終えられたあのはいすいません裏テーマじゃないですけどあのご裏ご褒美って言ないですけどもご褒美を決めてた負開けるっていうはいもうとても もう今日はもう何もえー、っと思い残すこともなくあのー、今日は終えられそうですはい <laughs> はおおはああ終わっちゃったうん今日限定なんでこのエフェクト猫の日だってはい <laughs> はい。すいません。すみません。ご無理せい、無理せ。雑猫。うん。いやー。テンション高いって公演後だからね。いやもうでも本当に。 無事終えられて次は木隊に出ます確か日曜今日が木曜日だから明日が金曜で土曜で日曜だ日曜に出ます月曜も出ます <laughs> やばい木隊もあって意外と久しぶりじゃない1か月ぶりぐらい 1か月とはいえ覚えてるっしちゃ思うじゃないですかこの1か月でど何曲を覚えたの数えさせてほしいってぐらいえ <laughs> いやなかなか膨大なデータ入ってくるとね、うん、かなり1か月前は完璧だった曲が全く踊れなくなったりするんですよねそうなんだよねいやそこまではそこまでは踊れなくなってない踊れるとは思うんですけどね 何曲覚ええたかなねえまずこの公演でさ今日の公演でさまあやったことあるにしてもフルサイズなのでまあまた話を変わってくるとかまあオネストマンとかだとニサビとか2番部分だけは全く分かんないわけあれは0.5曲だと見なしてもいいんだけどもうんでもそんなもんですね あユニットは臭いものだらけなんですよえネタバレになったらごめんねでも「公演終わり」って書いてるからまその可能性もあるよねと思いつつ見てくれてる人がいるって思っているよこの配信見たらネタバレだって思うかもしれないけど私「臭いものだらけ」言ったことあるっけや,やろうとしてたみたいなこと言ってないか言ってない 臭いものうん言ってないそうそうそう熊本でやろうとしてたんだよねって話臭いものだらけどこかでそうそうやっと披露できたやっと披露できたっていうかそう <laughs> 嬉しい とお蔵入りになってただから私でもちゃんと2020年とかですよね20年の振り振り持ってるもん自分が踊ってた草呼んだらけの振り振りちゃんと撮ってるそう頭が丸い時代頭が丸いあのボブみたいなもう頭がもう丸い頭してる時こう <laughs> 真っ黒い。 そそうそうあれあれあれの <laughs> マジで遠くから見たいななんだろうこけしって言ったらいいのかなこけしみたいな感じの頭してる時にはい振り声持ってるえそのね切り取ってもいいけどそう切り取ってもいいけどその時代の めっちゃそれよく着てたよねっていう T シャツだからめっちゃおもろいよあ <laughs> の当時を知ってる方はああこの時代あったねっていうなると思うんですけどいやだからそうなんかそれができてよかったいつか確かにやりたいなと思ってた曲だったからすごい嬉しいし、まあ、もっともっとね頑張っていきたい待ってあと4分で終わるの今日マジか今日が終わる頃 どんな一日か夕日を背中に思う一日でしたね <laughs> 今日だからリハで全曲やってゲネで全曲やってだから3公演やったんだねでもすごい元気かもでも多分このあとすっごいがっつり眠気が襲ってきます私を私は今から眠気に襲われます じゃあ、あランキング読んでいきます。十三位、プチコ。十二位、ビアットマーク、インターネットサインか、当たるかな。リミスター、応募してくれてありがとう。今、受け付けてます。十一ふみおさん。十位、ダーバーさん。九位、おら、野原、アットマーク、お姉ちゃん、かき氷、何杯食べれる。実際、二杯しか食べれないっすね。<laughs> マジです <laughs>。あっち、ほのこ、アットマーク、おつなる、ありがとう。おーちゃん。 7位ウンジンアットワーク初日ありがとう世界一可愛いちゃん可愛い,いちゃんありがとう <laughs> え6位光アットワーク世界で一番好きだー見かけてる世界で一番だ好きだ <laughs> ありがとう <laughs> オネスティじゃん5位ケイタそして4位キャハアットワーク猫なるかわいい猫 あさっきのあれかあっちかありがとう3位ケンケンアトマークかき氷デビューしたおレモンカードとジャスミンティーおいいじゃんいいじゃん美味しいよね2位栽培アットマークラップーンえ何これおだんあ髪型 <laughs> お団子ピヨピヨってことか <laughs> 分かっちゃったなんかやだ 1>, <laughs> 1位、8位はトマク、初日をつなるからの明日よろ。ああ、嬉しい。明日よろしく。ねえ、マジでいいタイミングすぎる。話したいね。明日もあさっても楽しみだ。はい。もういっぱいしゃべりたいけど、明日もあさってもしゃべれるということで、はい。今日の配信は終わります。まだ時間あるかな ?1 分くらいあるかなありがとう、皆さん。お疲れ様です。今日も一日。よく寝ましょう。<laughs> 休み。またねー。バイバーイ。<laughs> 最後に抜き打ちテストみたいじゃんこれ。<laughs> ありがとうございました。バイバーイ。休み。 終わろうとしたら来るんだけど、うん。じゃあねー。バイバイ。<laughs>